ゴールそうなんですよ。解説聞きたい方はありがとうございます、戻ってきてください。これは今回に関してはですね、ストレートに、真面目に子供たちのために言わせてもらっていいですか。パス出して返した時点で 99% 勝てました。はい、でどういうことかっていうとですね、左利きですか、で左をかぶせるですね、左をかぶせるっていうのはこうやって出したらこっち側に行くのに対して左の足だったりもしくは右手だったりで止めるのに優れた方だと。普通の人がこのぐらいにいるとしたらもうちょっとこっち行ってもらっていいですか、こういうような、でもうちょっと言ってもらっていいですか、こういうような角度にいるんですね。僕が最後にやったのはこの角度から出して返してトラップの時点でこうやったんですよ。1、2、3でさらに角度を変えたんですけど、ここからここに僕行ければ相手が立てくるなって分かっててもスピードと次のシュートのモーションまでで勝てない相手いないです。なのでここまで持っていくことを意識してて、その出して返して1対1でタタタンをしたとこでもう勝てるっていうのが決まってたので、そこまでどうやって頑張ろうかなっていうのを考えてて、ちょっといやらしいんですけど1回目2回目はそれもあってこっちにかわしきる技を2回かけてたんですよ。なのでこっちへの体勢がめちゃくちゃついてた、こいつ中来るぞでより中深く来させて立て抜きました。いかがでしょうか。ありがとうございます。強いよ。強いな。